こんばんは、ヒヨです。では、ウォッチドックス2ミッションを進めていきましょう。ヘイシリー、タイマーセット。時間を指定してください。20分。了解しました。おい、20分からカウントダウンします。してちょうだい。ニュードーンはやり合うつもりよ。 SNS にうちの人材募集ビデオを公開したら訴えると脅して削除させてる。ああ、こっちはフォロワーを失いかねない。 DMCA 削除、ムカつく。ムカつくどころじゃない、これは宣戦布告よ。検閲なんて許せない。ニュードーンはインチキだ。金持ちどもはエリート主義の無駄な会合に金を浪費してる。チャンスかもな。メンバー以外に彼らの肩を持つ者はいないはずだ。あのインチキ協会をコーンホールしてやる。コーンホール、食べたコーンがたどり着くとこよ。連中はジミー・シスカの映像を使ってるのが気に入らないみたい。彼から始めよ。奴らの最も有名な広告。待てよ、あのジミー・シスカだぞ。ガキの頃はシスカメガネとか縦襟とか持ってた。開いた傷口のセリフも全部言える。マジか、俺もだ。ランチボックスも持ってる。超ナイス。しかも新品だ。シスカはやめないか。彼は勘弁してくれ。他に方法があるはずだろ。サイバードライバーの撮影で街に来てる。お、思ったんだけど、彼と話してニュードーンとの関係を立たせたらどう？うん、少しはマシなやつになるかもよ。そしたらまた堂々とシスカ T シャツが着られる。あんなことやっといて。ちょっと待って、コーンホールを動詞で使った？それじゃあ意味が通じないんじゃ。真面目だね。オーケーオーケー、シスカに集中しよう。ニュードーンは脅迫記録を残してるはずだ。地元の事務所に侵入してそのファイルを探せばいい。そうだろう。エイトも。地元の仲間を集めて現地で落ち合う。コーンホール開始だ。やるしかないよな。乗ってきたね。コーンホール。気に入ったね。長い間捕食者は宗教のふりをして弱者を犠牲にし傷つけてきた。ニュードーン協会はインチキだ。教会における地位は支援の額で決まる。忠誠心は脅迫と恐怖で得るもの。彼らは自分たちを無敵と信じている。それも終わりだ。デッドセックがニュードーンの秘密と目的を明らかにする。協力して、マスクをつけて勧誘センターで抗議しよう。ネットに書き込んでリーダーに知らせよう。一緒にメッセージを送るべきなのだ。もうたくさんだ。レッドセックは真実を言う。行動を起こせ。さて、コーンホールの説明っている？いる？いらないよね。あの、食べたトウモロコシのたどり着く場所は、まあお尻ですね。お尻です。だからまあそういうことです。そういうことです。さて、そしたら あとは察してください。そしたら、この隣は何？リブ再び。
あんまりこの今の格好アメリカンバイク乗るような格好ではないんじゃないかもね。おしゃれだけど。まあ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 。いいのか。スキーにスカウト X のロケーションがある。スカウト X のロケーションとかね、写真撮りたいけど、ちょっとあの休日用に撮っとかないといけない感が。どうですか、ミッション開始。悟りを買おう、全財産で手に入れよう。悟りを買おう、全財産で手に入れよう。注意はそらしてるみたいだね。中に入って調べたらどう？そうだった、服装もぴったりだし。そう。悟りを買おう、全財産で手に入れよう。はい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 。よし、さてと情報を探ってくるよ。これから奴らと戦うことになる。怪しい情報をできるだけ集めて、フォロワーを増やすには世間の怒りを煽る必要がある。でっち上げちゃダメか。バレたらレッドセックの今までの主張が全て嘘だと思われる。連中がクソ野郎なら汚れたシーツが見つかるはずさ。シャレた例えを残してマーカス侵入。喜んでもらえて何よりだ。ああ、ちょうど邪魔になってるね。どうしようかな。ああ邪魔になってる。そっかそっかそっか。ジャンパーで行けばいい？どっかに侵入口あるかな？発見。こっから。うんねここに、待って。パック、オッケー。アクセスキーをゲット。あとは？上の階ね。待って。嘘。次、コプター。あ、そっちから行けばよかったんだね。これはフィジカルハッキングだったね。そうだね。ちょっと道を知りたい。あとついでに
とりあえず。ほう、眠らせて。これ眠らせて。登り口とかないかな。なさそうかな。寝てるね。あっちにいる。あーダメか。自分で行くか。力は平気。見つかった。あれ？
で全員眠らせたね。お金をもらって、これって電子ショックデバイスって 何ボタンで起動させるんだ。ちょっと待って、俺電子ショックデバイスの起動の仕方がわからない。せっかく取ったのに。あ、L1 か。なるほど。せっかく投げたのに。ほい。あ、起きちゃった。起こしてる？起こしてるね。来る？出口ないかな。出口的には、あ、悪くない。悪くない出口が。あ、飛び越せない。こっちからは？オッケー。さて。Hey Siri。タイマーの残りは？タイマーは現在動作中で2分と41秒になっています。いい時間だね。 OK、 ミッションクリア。で、で、続きは？みんなシスカを引き込めそうだ。彼は教会とだいぶ揉めてる。緊急カウンセリングを計画してるくらいだ。カウンセリング、狙いは彼のかね。もちろんそれもあるが、ちょっと違う。奴らは自分たちをワイヤーでイカ様の電子装置につないで精神科医ごっこをするんだ。見物だぞ。チスカはカウンセラーを待ってるはずだから、代わりに俺が行く。本気なの？演技とかする気？そういうこと。まずは本物を足止めしないとな。ジミーシスカから電話が行くはずだ。みんな、こいつのモノマネは聞いとくべきだ。笑えるぞ。今は時間がない。また連絡する。もしもし、ジェイソンか。君、今日のカウンセリングに来るんだって？ジミー、そう、そうなんです。今出るところで、調子は？よくないな。どうやらエンパナーダを食いすぎたらしい。話し合うには腹の調子が悪すぎる。わかるだろ？ああ、ええ、なるほど。下してるんだ、かなり激しく。わかりました。予定を変更しますか？ああ、その方がいい。チュアブルを飲んだんだ。後で必ず電話する。それでいいか？わかりました。お大事に、ジミー。ああ、ありがとう。チュアブルってなんだ？ Hey Siri、 エンパナーダって何？ウェブ検索で電波謎に関する情報が見つかりました。違う。ご覧ください。 Hey Siri、 Hey Siri、 エンパナーダって何？なぜ電波の教師は陶器による日本の少年漫画、週刊3年にて2011年49から2014年55まで第1部を、2015年14号から2017年18号まで第2部を連載し完結した。もういいよ、それ違うから。にとっては初の週刊連載作品である。それ違うから。 Hey Siri、
チュアブルって何？錠剤とは有効成分または有効成分に付加地剤などを加えたものを圧縮形成などの方法により一定の形に制した固形の製剤である。携帯性に優れ容易に一定量を取ることができる。この項目では医薬品の錠剤について述べる。はあはあ、薬飲んだってことね。ヘイシリー、全要員へ。エンパナーダ。街中を走り回ってるぞ。警察は何やってんだよ。ええわ、それはもう。はい、では、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒヨエでした。バイバイ。